1986年撮影の笠間市、中心部周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。笠間市は、関東地方の北東部、茨城県中部の県央地域に位置する市である。古くから日本三大稲荷に数えられる。 笠間稲荷神社の鳥居前町として、また笠間城の城下町として栄えてきた。最近では笠間焼きの生産地として知られ、春や秋に行われる、陶器市の時期には、多くの観光客で賑わう。2006年3月19日に、笠間市、旧西茨城郡の一市二町が、新設合併し、新生の笠間市として発足した。茨城県の中部に位置し、 北西部に闇添山系が穏やかに連なる丘陵地帯で西部には我、国産南西部にはあたご山が位置する。北西部から東南部にかけてはおおむね平坦な大地が広がり中央を日沼川が北西部から東部にかけ干流する。合併前の笠間市のデータは雨季の通りとなっている。合併後の笠間市は新設合併で発足した自治体であり。 これに伴って、旧笠間市は廃止されている。旧姓の笠間市役所本庁舎は、申請では、笠間市役所笠間市所となっている。細かい教会の変遷は省略。2002年頃、いわゆる平成の大合併に伴い、旧笠間市、友部町、岩間町で合併協議会を設置。しかし、新しい市の名前について、 笠間稲荷神社や笠間焼などの伝統から笠間の名前を残したい笠間市と新しく工房を希望する友部町との協議が決裂して笠間市が協議会より離脱するその後友部町と岩間町で協議を進めるが編入合併を主張する友部町と新設合併を主張する岩間町で協議が決裂し一旦白紙に戻る2004年後半になり 改めて合併協議会を設置。その結果、市の名前は、笠間市。市役所は、旧と部町役場。合併方法は新設合併とそれぞれの希望が通るような設置案がまとまり、2005年3月に合併が正式決定。翌2006年に正式に新笠間市が発足した。突起なき場合、日本の歴代市長。 市政志行100年の歩みなどによる。2006年3月19日の合併に伴い、旧友部町役場に市役所本庁舎が置かれ、旧笠間市役所と旧岩間町役場は市役所支所となった。その後、東日本大震災により、笠間市所が被災して、使用不可となったため、同地に仮庁舎を建てていたが、2014年3月24日に、 旧法務局笠間出張所跡地に庁舎を移転した。笠間焼き鎌倉時代に笠間城を築き上げた笠間寺屋里、当時の焼いた城主であった塩谷友成が親子であったことが縁で昭和55年7月23日に締結。赤穂浪士の内入りで知られる浅野氏は赤穂天保の前は笠間藩の藩主をしていた。その縁から 昭和55年11月7日に締結。笠間市にはかつて伝統、電力供給会社があった。1910年に笠間伝統所が設立、開業し、1912年に笠間電気株式会社が設立、開業した。主な観光地は旧笠間市に点在している。これは笠間地区がもともと、 笠間稲荷神社の門前町として、また笠間焼きの生産地として発展してきた経緯があり、古くから観光に力を入れてきたことによる。笠間辻公園日立国伊豆も大社山白山、笠間城跡あたご山か、様歴史交流館井津や2006年11月17日、笠間市議会は合併の在任特例により膨らんだ、議会の県内発である。 自主解散を全会一致で可決した。これは市民団体、かさましを良くする会の活動によるものである。ありがとうございます。